読み上げができてない。ああ、来た来た。ちょっと読み上げ下げるか。あ、そうか、マウスがあるから使えばよかったな。いらっしゃい。ダイソーでマウス見つけた。いらっしゃい。ちょっと読み上げ、私の声が遠いんで、あれ？マイクどこ行った？あった。あ、これ音声が、マイクが、今日のお宿はですね、こう、あれ？今読み上げ止まった？いや、大丈夫だな。ディスプレイは、これ、こんばんは。これがあります。で、こうやって、これでよし。よし。ガラスですよ。このスエソはですね、昭和初期ぐらいからなのかな。そう、広いんですよね。いいところ。ただ施設としては、建物の施設としては、喫緊は重いから 廊下はいろいろきしんだりして、かなり年季入ってるんですけど、ばあちゃんの、そう、そんな感じで。で、ガラガラだって言ってました。このゴールデンウィークで他の宿がほとんど全部埋まってるのに、古い宿ってそんな嫌われるのかって思いましたね。いや、大部屋っちゅうか、まあ、一人で泊まるにもこれで素泊まり3000円なんですけどね。なんで古い宿そんなみんな嫌うんだ。エアコンはあります。大丈夫です。あとテレビは100円コイン式じゃないですからって、今時そういうのはないか。デジタルテレビで100円コイン式はさすがにもうないか。お風呂もありますよ。ただお風呂も結構、なんだろうな。ああ、写真撮るの忘れた。お風呂のなんかお湯、なんかオンオフするスイッチがあるんですけど、あれに CHOFU、調布って書いてあって、確かうちの実家の、福岡の実家の昔の家のお風呂が、その調布っていうロゴ入ってたと思うんですよね。こたつで、まあ、そうそう、これこれ。これこれ。バンビはちょっと今回持ってきてないです。かなりボロボロです。そう、調布。調布はどこの調布なんだっけ？山口の調布？まあ、とりあえず。ああ、調布の給湯器。やっぱその調布ですよね。ああ、じゃんたくなってそう。フェルト。とりあえず乾杯。ああ、こぼれた。ノンアル、気分であって決してノンアルとは断言してないですから。ということで、これ、ダイソーで300円のマウスですけど、ホイールもついてて、感度調整も3、4段階、4段階かな、できて、で、進む戻るボタンまでついてる。まあ、クリック感はかなりあれですけど、そう、これ、一時的にでもこの操作感が使えるのは、300円じゃ十分ですね。で、横スクロールはないですね、さすがに。こんばんは。そう、まず、ここのダイソーもそんなでかいわけじゃ、まあ結構でかいか。やっぱりある程度邪魔に、まあ多分捨てずに実家に、でも実家に置いとく場所ないな。いけない。でも、白髪がひどい。こんばんは。白髪がですね、もう白髪抜いたら半分ぐらいになるんじゃないかってぐらい白くなってきました。特にここ。で、この辺りもやっぱり、
の白いの混じるようになってるって話は別にいいんですよ。T シャツ。まだですかね。で、まずはじゃあ今日走ってきたルート。知らん、走ったルートはなんと75キロもありました。本当に75正しいかどうかわからんけど、標高200ぐらい登っただけなんで、大した峠じゃなかったんですけど、でもそれでも未だに足痛くないんですよ。素晴らしい。なんか体ができてる、体が。で、この西海岸、スキップしちゃったんですけどね、今日ここしか泊まるとこ見つからなかったから。いや、明日はですね、明日は、筋肉痛。で、明日はこっちじゃなくてこっちか。いや、ご飯はつかないです。こっちか、やっぱ。明日の予定ルートはこれにしました。これ下半分に見えてる山の中通ってる道はオレンジラインって言って、昨日の宿で、はっちゃんさんに聞いた、で合ってるよな。聞いたオレンジライン。なんか、女の人が一人でやってる喫茶店が途中にあるっていう、コメントで教えてもらった通り、ティーガーデンっていう店でした。明日はフェリーはないです。今回の旅行でフェリー乗ってないです。体操。外で食べてきました。結構、明日これで80キロぐらいあるんですけど、まあ後半は平坦なんで。で、問題は、明日の泊まるとこなんですよね。まだ取ってなくて、このなんてとこだっけ？松橋か。松橋っていう駅の周辺で安いホテルが1、2軒あるんですけど、少なくとも1軒は、いっぱいになってて、他の別のホテルで取れたら、その後、人吉ってとこに行くのをちょっと考えたいなと思ってます。ただ人吉も、ちなみに人吉と水俣は芦北っていうのをコメントで勧められたんですけど、水俣芦北の方はちょっと調べるの後回ししてたら、人吉の地形の方が面白くて、ちょっとひこミッキーあれミッキーじゃない。 人吉はですね、ちょっとこれからその話はするから、ちょっと待ってください。あったあった。いっちゃうの、そうなんだ。ボイスコマンドでググる。それはやったことないな。それは松橋じゃないですか。で、明日、こっち来て、この辺りで泊まれたら、翌日こう行って、で、この線路沿いの、こっちか。線路沿いの川、あれ？違うな。いや、合ってるか。八代っていうところから、線路沿いに登っていく道があるんですよね。川沿いに。線路沿い、川沿いに。そんで、ここが人吉で、この人吉から奥のこの辺りがなんか山に囲まれたちょっと平地っぽくなってて、この中をサイクリングするっていうのがモデルコースとして人吉のホームページに載ってるんですよ。というのを考えたんですけど、ただ問題は、この人吉で、あさってまで遊んだとして、で、ん？この人吉から、この線路沿いにこの電車か汽車かで戻って、八代から、北上して実家に帰るっていうのを考えたんですけど、甑島はまだないです。今回ちょっと考えたんですけどね。そう、鉄道の、
ルート検索したらどうやってもバスしか出ないんですよ。で、よく調べてみたら、ここの鉄道って2年前から普通らしいです。八代から、吉なんとかっていう奥の方までの線路、一つながりなんですけど、そう、列車で戻るっていう脱出手段がないんですよ、ここ。そう、2年前の、9月だっけ？ 7 月だっけ？なので、行くとしたらこっち行って、八代までまた同じ道を下ってきて、こっから列車乗らなきゃいけないんですよ。なので、どうしようかと思って、まずは明日宿が取れるかどうかで、まず第一段階で、その後、どうするかっていうのを改めて考えてもいいかなと思ってます。まあ、明日の朝、この松葉瀬のあたりのホテルに電話してみて、南に、水俣の方ですよね。八代のことし、あの、人吉のこと調べてたら、新幹線。新幹線使うかな、どうかな、1時間半で2、3000円違うんですよね。1時間半の時間差で。それだったら鈍行でもいい気もする。ちょっと水俣秋田の方は後回しにしたせいで調べる時間がありませんでした。なのでちょっと今時点ではまだ全然そっちの方向の検討ができてないです。ということで、明日その山の中走って、とりあえずは九州本土っていうのかな、今ここ本土っていうとこですけど、九州本当に戻るとこまでは確定で、その先どうするかはまだはっきりしてないです。ということで、先に明日の話してしまったけど、今日の夕食は、ハプニング、面白いイベントがかなりあったな。高速バスは分かんないんですよ。混み具合とか、あとはその路線自体がどういう雰囲気かによるんですよね。だから自転車乗せられるっていう前提で行けないんですよ。になるかもしれないし、もうちょっと続けるかもしれないです。で、今日の夕食はここでした、まずは。これって、今日朝からやってないってことですかね。Google の情報だと今日は営業日になってたんですけど、そう、カワハギ丼。というのをさっきツイッターにあげました。で、その後結局ぐる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 歩き回って、飲み屋じゃない飯が食えるところってのはないんですよ。オレンジラインの、まあ別にそれはそれでいいです。あそこ飲み物だけなんで、オレンジラインの店は。で、あと、この本土っていうところのアーケード街は、国道沿いの道の方がまだ生きてますね。アーケードが今の時間真っ暗でしたよ。今のっていうか、夕飯時間帯。たまに明かりがついてるスナックがある程度の状態でかなりひどかったです。かなり寂しいですね、こういうの。やった街で、あとなんか飲み屋も、空いてる飲み屋も、別に私飲み屋入るつもりで行ったわけじゃないんですけど、なんかことごとく、貸し切りになってました。これは観光で来た人たちが空いてる限りの店に詰めかけてるから、キャップオーバーしてるんですかね。あ、そうなん、あれな、昼も見かけたんで、店の人だと思うんですけどね。中華製かな。で、結局ここです。結局って言ったらなんか失礼だけど、お好み焼きの店で普通にお好み焼きを食いました。いや、全然名物ではないと思うんですけどね。で、店の人が目の前で、麺炒めたりして作ってくれて、鉄板焼きの、パフォーマンスをテーブル席でやってくれてるような感じですね。あ、そう、モダンです。いや、これ完全に大阪だと思います。歓迎。まあ、淡々とですけど、最後に笑顔でありがとうございましたでしたよ。削り節粉が置いてありましたね、これ。豚に、
エビイカ、豚、餅が入ってます。かな。で、美味しかったんですけど、いまだに昨日泊まった宿の腹いっぱいの状態が、尾を引いてて、今日の夕食も腹いっぱいになりました。最後の方ちょっと苦しかった。という状態で、うん。で、あとは、ダイソーでマウス買ったりしたんですけどね。ただこれツイッターにあげようと思ってよく見たら、私のなんか腹が落ちてたんで嫌だなと思って、ツイッターにあげませんでした。あ、レモンパンですよね。問題はそこなんですよ。問題これなんですよね。これを、これもうやばいですよね。2日とか経ったら。今食うと体は大丈夫かな。ちょっととりあえず開けてみよう。どんなもんか。でも特になんか賞味期限、消費期限書いてないんですよ。賞味期限、消費期限書いてないってことは、多分大丈夫ですよね。こんなんか。その日のうちかな。まあちょっと変な匂いがしたらやめますから。中身見てなかったんですよね。うん、自分の下で。5時か、早いな。あ、これ。宇土の南の道。そうですね、明日、続けて走るとしたらそうなります。まあそれか列車で20キロぐらいショートカットするか。20キロだったらあんま変わらんかな。そうですね。明日払い手で動けなくなってたらどうしよう。そもそも天草から脱出できなくなってたら。小さいハサミはきつい。バンビティ、いやまだありますけどね。何にはよらない。三隅に思考、あーそうか、夜かな。そうでしたね。またトイレは、あー結構この黄色いやつが、黄色いやつが剥がれる。割と残った加熱処理。とりあえずじゃあいただきます。うん、言って、わ、わかりました。まあ別に大したことないですね。レモン色のコーティングと、中に入ってるのレモンクリームかな？酸味あんまりないです。うん。あ。うん。これ中身普通のバタークリームじゃないかな？酸味そんな、あ、普通に美味しいです、うん、ただこの時間に菓子パン食うかな。我ながらちょっと心配になってくる。カロリー、あ、もう23時か。まあ食えるのは普通に食えるし、お腹もまあお好み焼きもこなれて、な、今普通に食えます。あ、ありますわ。甘いパンを甘いジュース、甘いノンアル気分で飲む。あ、電波の話は、いやーダメじゃないかな。オレンジラインは電波はかなり厳しいんじゃないかなと思います。
バタークリームみたいなのが入ってて、酸味がそんなにないんですよね、これ、中のクリームは。レモン風味があるかっていうとどうだろう。キッチンに。あ、そうだ。この宿和式トイレはだけだと思います、多分。というのはかなり、その3000円の。いや、酸味やっぱりちょっとあるか。やっぱりレモンクリームかもしれない。あ、トイレもちろん共同です。当たり前じゃないですか。何言ってんすか。もう20分。だってレモンパンなんかそんなに尖った味じゃないですね。酸味がもっと強いかと思ったら割とマイルド。寂しい。成分とかそういう情報何もないんですよ、これ。でも今日の放送で、でも今日の途中の山の中で寄ったかかしの里っていう道の駅でも、この吉永製パンのお菓子というかパンかな、なんか売ってましたね。ごにょごにょ。いや、ちょっとこれじゃ分からんな。目で見たのとだいぶ違うように映るな。こんな感じにしたら、まだ押すと。ダメだ、全然ダメだ。ちなみに、ジャージというか、アンダーシャツと、いや、ついてないです。アンダーシャツと、バンダナと、グローブは、水洗いして、このタオルにできるだけ水を移して、手動で脱水した後に干してます。もう、だいたい乾いてるけど。調和、そうですね。これはデジタルテレビです。ただ最近のデジタルテレビは、番組表を表示して横スクロールがむちゃくちゃ遅いんで、スカイはもうボロボロになったんじゃなかったっけ？他に、さっきなんか笑い声が聞こえて、ちょっと若い感じの、男たちの笑い声が聞こえてたんですけど、もうなんかとっくに静かになったんで、やっぱり作業関係の人が、グループで泊まってて、で、朝早いからもう寝たんですかね。建物の中だと思うんだけどな、あの声は。やっぱり場所は広いんですよね。昨日、一昨日かな。この辺りのホテルとか調べたら、素泊まりで5,700円とか6,000円ぐらいが相場なんですよ。そういうビジネスホテルに、まあ綺麗だけど、6,000円ぐらいで泊まるのと、ここに3,000円泊まるんだったら私は絶対こっちですね。7時ぐらい、下手したら6時とかじゃないのかな。外仕事、どうなんだろう。でもなんか、でももしかしたら釣り客って可能性もあるな。他にも、というわけでお客さんはいそうでしたけど、空いてます。昨日のお宿はちょっと、あそこに泊まれたの本当になんかすごい偶然というか、なんで泊まれたんでしょうね。泊まろうと思っても泊まれる場所じゃないのに。釣りかもしれないですね。で、あとはなんか、配信で喋っとくことあったかな。あとは配信中に全部行ったから別にはないかな。
あ、ちなみに、今日配信中にもちゃんと説明はしましたけど、予定ルートをそれて別の道に入ったのは、このオレンジ色の川の原因突き止めるためです。これ結局ですね、やっぱり赤土だと思うんですけどね、行けるところまで行って、これがある程度深い、ある程度その深いところまで来るとすごいオレンジ色になるみたいなんですけど、なめてないです。多分赤土だと思うんですけどね。少なくともなんか原因、はっきり原因と分かるような土砂崩れとかそういうのは見えなかったです。見えないだけであったのかもしれないけど、そう、野菜工場か。すごい色でしたよ、あれ。で、配信中に近くの農家の、水田に水入れようとしたら変な色だったからって見に来た人いましたからね。酸化沈殿。本当にすごいオレンジ色でしたね。というのが今日あったイベントの中では、そんなそこまででかくないな。あと今日は何があったっけ？教会を見て、そうそう、なんか、ストリートビューでも綺麗、水は綺麗だって言われてましたからね。昼のちゃんぽん屋さんの大将が描いた絵っていうのがこういうやつで、2年前に始めたのがいきなり個展開いて、自分が無理やり開いたんじゃなくて、なんかの美術館関係のなんかの人が開いてみないかって言ってやったらしいんですよね。抽象画なのか、いや、わかるのも結構あるんですよ。亀を連れてる女の人とか。あとは、子供をおぶってるお父さんと、子供の上から見ているお母さんとか。そう、和田アキ子なのか。右側が子供をおぶったお父さんなんですよ。これが子供の頭だと思います。こっちが、シャンポンガード、そうですね。 そっちの方が本来見せるやつかな。これが今日の昼に食ったネギちゃんぽんっていう名前なんだけど、魚介スープのやつ。あと2分ぐらい。窓の外は確か特にないんですよね。見せるとしたら館内かな。うまかったです。とりあえずスープも完食です。モバイルルーターを持って、明日、やっぱり9時ぐらい、でもその前に朝飯食ってくるから、9時目標です。今日は9時半ぐらいでしたね。マウスが邪魔、マウスが。よっ。絡んだ。あと1分、マジで。朝ごはんは何だろう、ジョイフルぐらいしか空いてないんじゃないかな。マジで。広いです。かなり広いです。お疲れ様でした。お疲れ様です。青。